クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。はい、どうもこんにちは、クロネコチャンネルのクロネコです。ありがとうございます。新型コロナウイルス、ちょっとやばい感じになってきたような気がしますね。うん。で、ちなみにこれはね、ヘラクレス、ガドループ諸島ですね。うん。今日ね、硬直が確認されました。いい感じでございます。今日はですね、クワ株作業しながらですね、新型コロナウイルスが、まあ、昆虫業界というか、まあ、僕たちね、昆虫ブリーダーにね、どんな影響を与えるのかということをね、考えていきたいなと思っております。うん。まあ結構ね、いろいろ影響が出てくるんじゃないかなという気はするんですよね。はい。まあそんな感じでね、ちょっと考えながらね、やっていこうかなと思いますね。ちなみにね、うちにはですね、約30種類ぐらいのクワガタカブトムシがいます。で、まあ、国産を引くとですね、だいたい25種類ぐらいかな、外国産がいるんですよね。で、基本的にこれ輸入なんですよね。なんで、まあ、そもそも外国産のカブクワは輸入してくるから、まだ飛行機で来ると思うんですけど、コロナウイルスがこうね、流行っておりますので、輸入されにくくなるんじゃないかなということがやっぱ考えられるんですよね。うん。まあ、つまりワイルドの血が入りづらくなるんじゃないかなと。うん。そうするとどうなるかというと、やっぱりショップさんで売られるのがワイルドが少なくなり、代わりに類代品 CB なんかがね、増えるんじゃないかな。そんな感じの気がします。はい。うん。で、またですね、やっぱ入りにくくなるということはですね、入手が難しくなるということにもなるんで、価格が上がっちゃう種類が出てくるんじゃないかなと。国内に十分ですね、回ってる子たちはいいんですけど、そうじゃない子たち、例えばヒナカブト系とかは、価格がこれから上がっちゃうかな。そんな気がしますね。今日お亡くなりになってたバワオオオニクワガタですね。綺麗にね、体残ってるんでね、標本にしようかなと思います。うん。僕たちはですね、育ったカブトムシやクワガタをヤフーオークションとかで売ってるわけですよ。うん。だから出品とか落札についてはですね、まあ、ヤフオクは個人の出品も結構多いと、まあ正直個人の出品がかなり多いと思うので、そこはまあ問題なく購入できるのかなと、類代品はね。うん。ただしさっきも言ってたんですけど、価格が高騰する可能性はやっぱあるかなと思いますね。うん。ちなみにこれはマルガリータヒナカブトのオスですね。うちで一番でかかった子です。47ミリありました。はい。今もね、ヤフオクでね、マルガリータ出品してるんですけど、そうですね、ちょっと東京がですね、ひょっとしたら封鎖という話になりかねないような感じなので、そうなってくると、東京の地域に発送とかはできなくなるんじゃないかなと。うん。東京だけじゃないですよね。今後ロックダウンっていうんですか？都市が封鎖になるとですね、そこに運べるのかなっていう、ちょっとこう、体育会的なことがね、気になりますよね。大丈夫なんだろうかと。うん。で、また宅配業者の人っていうのは結構いろんな人と接するので、感染リスク高いですし、例えば宅配業者の方にね、感染が出た場合、営業所とかストップする可能性はありますよね。またまた活動自粛するとかそういう話もあったりするのかなと。まあ、正直予想ができないですよね、こればっかりはね。
はい。いや、どうなんだろうか。ね。これは今度価格が上がってくるんじゃないかなと思われるベルティペスヒナカブトですね。うん。価格が上がるということはですね、また幼虫詐欺とかそういうのも流行っちゃうかもしれないですね。ヤフオクの方では。結構ですね、やっぱり僕が今飼育してる、まあ、フンボルトであるとか、ウッディであるとか、そういうので、調べると幼虫の販売あって、で、出品した後に消えてるっていうね、結構見ますね。調べたら結構出てきますね。あーっていうね。うん。そういうことがね、ちょっとまあ、流行っちゃうかもしれないですよね。まあ、それはね、ちょっとね、幼虫詐欺っていうのはちょっとこう、悪質なんでね、なくなってほしいと思いますけどね。あとまあですね、まあ、昆虫を飼うというのは結構特殊な趣味のような、子供の頃にはね結構買うですけど、大人になってねブリードするっていうのはまあ割と特殊なねイメージがあってですね、うん、これがちょっと買う人が減るんじゃないかなっていうね、このご時世、自粛っていうんですか、自粛したりとか、この可能性はあるかなという気がします。そうなってくると僕たちは結構困っちゃうは困っちゃうんですけどね。ちなみに今掘り出してるのは、ね、ローゼンベルグです。オスですね。まあ、自粛も十分考えられますし、あとまあ、給料が減っちゃうっていう可能性もありますよね。これかなり珍しい状態なんで今。かなり長いこと僕も生きてますけど、初めてです、こんなのね。はい。まさか生きてるうちにパンデミックがね、身近に経験できるなんて思ってもなかったですよ。で、ひょっとしたら本当にね、まあ、フリーランスの人とかね、消費がなくなっちゃう。あ、表示じゃないや。収入がね、なくなっちゃう可能性も十分ありますしね。僕たちだってね、正規でも減っちゃう可能性は十分ありますよね。いやー、ということで、まあ収入が安定しないということはですね、まあこういう趣味にお金を使うのはなかなかやりづらくなっちゃうのかなというね。やっぱりそこで、せっかく綺麗にしたのに、そこでやっぱ自粛とかね、なってくるのかなという気はね、しますね。痛い。ああ、やばいことになった。痛い。極端な話ですね。ブリードをやめるっていう人も出てきちゃったりするかもしれないですよね。基本的にやっぱ株価の飼育ってすごいお金かかります。まあ僕は結構動画出してたんで、大規模にやりましたけど、僕ぐらいの規模でやっちゃうとどうなるのかなというと、まあ10万では済まないですね。3桁、万で行くとね、3桁楽勝で行っちゃうね。大体、あんまりあれなんですけど、まあ300万ぐらいは使ったかなという気がしますね。はい。まあそれぐらいだから収入もあったっていう話にもなるんですけどね。まあ、とにかくお金はかかるんですよ。ということで、まあ、だいたい販売とかして、費用をですね、こう、補充するんですけど、まあ、それがまあ、できなくなっちゃったりとかすると、ちょっとしんどいかな、という気はしますね。はい。まあ、ちなみに僕の場合は、ブリードルームをね、新設しちゃったんで、それに150万ぐらいかけてます。ということで、まあ、費用がね、かさんだっていう部分もあるんですけどね。はい。ちなみにね、月曜日、確定申告行ってこうかなと思ってるんですよ。一応サラリーマンなんですけど、年間20万以上ね、利益があった場合は、確定申告しなきゃいけないんですよ。で、まあ、20万以上はありましたので、
ちゃんと領収書を取って計算してます。で、それをもとにね、確定申告にね、行ってこようかなーっていうところですね。わ、また押すだ。押す多いぞ。まあ、そんなに大きくないけど、まあ、あれかな、ローゼンだなーっていう、ローゼンの特徴はわかりますね。それぐらいの感じで出てきてくれました。いやー、ほんと。ローゼンね、なんかいろいろうまいこと言ってなくてね、小ぶりなんですけど、まあメスもいるのでね、類代したいなと思います。メスは一匹ちょっと死んじゃいましたね。突然死。なんか、黄金鬼の場合はね、たまにありますね。なんだ、わかんないんですけど、突然死っていう。はい。オッケーです。こんな子が出てきました。はい。まあ、いうことでね、まあ、僕たちにも結構ですね、影響が出そうな気はするんですよね。今日掘り出す最後一匹ですね。ちなみに僕たちのようにですね、昆虫を扱う、YouTube に動画投稿する人も結構増えてきました。はい。で、こういう僕たちみたいなね、ことをやってる人にどれぐらいのウイルスの影響があるかっていう話なんですけど、まあ、外出を控える人がね、多くなると、YouTube の再生自体は、どっちかというと増えそうな気がするんですけど、まあ、こればっかりはなんとも言えないですね。はい。まあ、YouTube も実は、やっぱ広告収入で成り立ってますから、不況になっちゃうとですね、それがまあどうなるか、まあ、正直、この、YouTuber っていうやつはね、先行きは不透明ですよね。あ、またオスだ。オスばっかりだな。まあ、YouTube 自体も結構、いろいろあるみたいで、広告収入なんかがね、広告会社から広告収入もらってやってるんでしょうけど、それがまあ、何らかの理由で途絶えちゃうっていう可能性はありますよね。そうなってくると、YouTube からの収入がなくなっちゃうので、こういう活動を続けるっていうね、もう活動費が結構しんどくなるかなと。そういう影響は出るんじゃなかろうかと思います。まあ、それも正直、まあ、未知数っちゃ未知数ですけどね。はい。まあ、ちなみに気になる人も結構おると思うんですけど、じゃあ僕が YouTube でどれぐらいの収益を上げたのかと。さっき飼育とかで300万円ぐらい使っちゃったという、まあ、300万円以上ね、使っちゃったって話したじゃないですか。それよりは、販売と YouTube の収益は多かったですね。今年は特に多かったと思います。はい。まあ、そんな感じですね。よし。ちなみにローゼンはですね、7匹育ってまして、オスが5、メスが2という結果になっちゃいました。はい。メス1匹しか残ってないんですよね。1匹死んじゃったんで。いやー、なんじゃそりゃ、っていう感じなんですけど。まあ、ちなみにまあ、本当にね、コロナウイルスの影響っていうね、もう、いろいろ考えてみたんですけど、まあ正直いい影響ほとんどないですね。まあ、そりゃそうだな。よし、こんな感じです。まあ、ちっちゃいですね。はい。はい、ということでね、まあ、他にもいろいろ影響はね、正直あると思うんでね、また、なんかね、思いつくことがあったらコメント欄にね、書いていただいて、まあ、いろいろ皆さんで共有できたらいいかなと思います。はい、それでは今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。